はい、皆さん、こんばんちは、アポロンです。今回も川の虫釣りプレイしていきたいと思います。3です。で、前回このタライ名人がタレ完成するまで孫娘に弁当をもらってきてくれということなんで、弁当をもらいに行きたいんですが、まずその前に前回釣った魚を売りたいなと思うので、釣れてるじゃないか。ん？合計なんだ、あ、大きさで決まるのか、魚の種類じゃないのか。おー、一気に255円、儲かったな。これでビッグが買えるか。網とビッグが欲しい。いや、でも使いすぎもな。道具、網は絶対いるよな。これでなんか餌取れるんだよな。でビッグも買って、釣り縄いらんだろ。で、ちょっと待ってよ。ん？あ、ポーズボタン押しちゃうんだよ。違う違う。道具で、網。もう一回、一応。いや、ちょっと。え？網で取れるんじゃなかったっけ？その記憶があるぞ。マジで？あれ？不良品かな？くっ。いや、これで餌が確か取れたはずなんだが、持っていかないとダメかな。いや、最初は取れてくれよ。はい、もういいや。もういいや。これどこで取れるんだったっけ、餌って。地上かな？あ、出た。刺し。刺し。刺しが取れた。刺しか。もう一回。なんだろう。取れたり取れなかったりするな。あ、違う違う。こいつが孫娘かな。あ、男の子か、こいつ。男か。女の子、私こっちの家にいたな。え？あ、おじいちゃん。アマゴ？アマゴってどこだ？ちょっと。え？釣り、いや、釣りなんかしないけど。いや、釣りはしませんけど。アマゴはどこにいるのか。はい。アマゴは下流にいるみたいですね。いや、このゲームでも攻略サイトあるのかと、ちょっとびっくりしたんですけど。いや、攻略してる人いるんだな、このゲーム。まあ、シリーズ化してるし、根強いファンがいるんだろうな、やっぱり。こいつのところで釣ろう。道具、餌。ミミズ、あ、ミミズが減ってきたな。これで釣れるかな。ん？よし。起きた。よし。これは、ヤマメっぽいな。岩中ヤマメなんだよな、これは。このデカさ。あれ？え？あ、アマゴだった。アマゴだった。え？マジで？ちょっと時々止まるのは間違えて、ポーズボタン押してしまってます。食らいつかない。食らいつかない。くそー。アマゴだったのか。シルエットが同じだからわからんな。変えてくれよ。そんな重要な魚だったらちょっとぐらい変えてくれよ。うわ、逃げていってる。いや、知るかよって感じだけど。そうっぽいな。あ、書いてあるな、攻略に。針が小さくないとダメですよ、みたいな感じ。うわ、カラス強いんだよな。え、死ぬぞ。死ぬぞ。顔面殴る。どんどん速くなっていくから。消すか。いや、死んだぞ。え？
いや、釣りする気はないけど。金は？体力 1 どうなったんだろう。ちょっと止まろう。カラス強いな。カラス強いな。いや、釣りゲームですよ。釣りゲームなんですけど。釣り具で。いやいや、毛針じゃない、針。これか。金が必要だな。どこの世界でも。来るか？起きた。これは孫だろう。これは孫だろう。おお、孫っぽい。強っ。これは逃したくないな、絶対。孫、孫。孫。いけるか？おお、いった。あ、釣れた。釣れた。きつかった。だなぁ。いや、これ、何日かかったんだろう。このゲーム内では30分ぐらいの感じなのかな。うわ、カラス強いんだよな。よし。なんでこんなことしなきゃいけないんだろうか。倒したくないのに、カラスとか。経験溜まったらなんかあんのかな？体力とか増えてんのかな？アマゴ取りましたよと。これだけか。ちょっとあれ取りたいんだけどな。ランダムなのかな？ボッタだな。回収全然できない、網で。で、おじいちゃんに。渡すと？あ、できた。上流湖。どっち行くんだ？上か？上流湖だから上だよな。たらい。たらいがあったらでも釣りも相当しやすくなるんじゃないかなと。え？またかい。結構なエンカウント率だな。おお、いったいった。おお、なんだなんだ。これ体力使うんじゃなかったっけ？疲れて倒れそうだ。え？上流は無理っぽいな。え、疲れて倒れそうだって言われてんだけど。え、ちょっと、宿に泊まって、体力はいるんですよね、この、やるにも。成功しよっか。あ、体力増えてるな。下流に行くのかな。流されていこう。結構体力使うんだな。
これでいけるかな。お、これか。お、壊れた。え？弟子？うん。おお。で、またなんか取ってこいっていう。喋るのかこいつも。え、これだけ？時間をくれやと。はい、ということで新たな村に着いたんで、今回はこれぐらいで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。